私、今井瑠々は1月7日に立憲民主党に離党届を提出し、この春行われる県議会議員選挙に無所属自民党推薦で立候補することをここにご報告させていただきます。皆様にご迷惑とご心配をおかけし、混乱を起こしてしまいましたことをお詫び申し上げます。今活動されている現場の声を生かしていくには、一人では、なかなか難しかった。その中でより協力を得て、地元の市議さん、県議さん、そしてさまざまな、関係団体の皆様と実際に政策を実現実行していくには、自民党の皆さんのお力、そしてお知恵を借りる必要があると考えたからです。